ルズ出身の俳優であるイギリス映画界を代表する俳優の一人、本名はリチャード・ウォルター・バートン・ジュニア。女優のケイト・バートンは最初の妻で女優のシビル・ウィリアムズとの間に生まれた娘、炭鉱作業員の息子に生まれる。2歳の時に母親が死に姉夫婦に育てられる。16歳で学校を辞めて働かなければいけなくなったが、 彼の教師であったフィリップ・バートンが彼を養子に取り、18歳の時には英空軍の士官候補生として、オックスフォード大学エクセターコレッジの6ヶ月間の特別コースで学ぶことが許された。1943年にリバプールの舞台でデビューし、その後舞台俳優として活躍。1944年から3年間、英空軍のパイロットとして従軍。 1949年に映画デビュー、映画で共演した女優シビル・ウィリアムズと結婚した。同年、クリストファー・フライ作のザ・レディーズ・ノット・ホ・バーニングでの演技が絶賛される。これがきっかけとなって1952年にはハリウッドに招かれ、謎の歌人、レイチェルでオリビア・デ・ハビランドと共演、アカデミー女演団優勝にノミネートされる。舞台では、オールド・ビクザの ハムレット、オセロやブロードウェイのミュージカル、キャメロットなどに主演、英米の垣根を超えて活躍。特に、キャメロットでは1961年のトニー賞ミュージカル部門の俳優賞を受賞した。映画では、聖衣、アレキサンダー大王、北海の果て、史上最大の作戦などの対策や、寒い国から帰ったスパイや暗殺者のメロディなどに出演。しかし、謎の人、 レイチェルをはじめアカデミー賞に計7回もノミネートされたものの一度も受賞はしなかった。1963年のマーク・アントニーに噴したクレオパトラで共演したクレオパトラ役のエリザベス・テイラーと恋が芽生え、スキャンダルとなった。その後、ウィリアムズと離婚し、一方エディ・フィッシャーと別れたテイラーと結婚。その後は夫婦して予期せぬ出来事、いそしぎ。 バージニアウルフなんか、怖くない、ジャジャウマならし、悪の楽しみ、危険な航路、夕うなぎで共演。しかしバートンがアルコール使用障害にかかり、1973年にテレビ映画、離婚に、夫婦共演中に本当に二人の離婚が取り沙汰されるようになり、ついに翌年離婚した。その後1975年10月10日に二人は再婚するが、翌年、再び離婚する。 1983年のブロードウェイの舞台が二人の最後の共演となった。1966年にテイラーとの関係を綴った本を出版している。テイラーとの離婚後は二度結婚を繰り返し、1984年にジュネーブ郊外の自宅で脳一血により倒れ、市内の病院に搬送されたが帰らぬ人となった。2000年に発売されたテイラーの電気の中で、 俳優のローレンス・オリビエとバートンとの同性愛関係について触れられているが、バートンの遺族はそのことを否定している。ありがとうございます。